メタルです。ユイメタルです。モアメタルです。 We are ベビーメタル。Are you excited to be here in New York? ニューヨークでライブをするのは初めてなので、どういうお客さんがいるのかなってすごい今は楽しみな気持ちでいっぱいなんですけど、私たちは5月に1回ニューヨークに来たことが、撮影でニューヨークに来させてもらったことがあって、その時に街の雰囲気とかがすごくなんか明るくて、なんかすごい楽しいところだなっていう印象があって、また来たいなって思ってたので今回来れて本当に幸せです。Like, really excited. No, how excited? Like, really excited. Tell us about your latest project. はい、今年の4月から新生ベビーメタル、新しい体制でのベビーメタルの活動がスタートして、ヨーロッパ、アジア、そしてアメリカとツアーを回ってきました。ライブ活動はそういう感じで、それ以外にもウージーさんとのコラボ楽曲をコラボさせていただいたりとか、あとは新曲、8月にリリースした新曲メタリではトムモレロさんとコラボをさせていただくなど、メタルをまたさらに超えた幅広いジャンルでこう新しい音楽を発表することができています。 I'm really excited to see Baby Metal. I kind of dressed up. Thanks. All right, one next question from Moa. Yes. Yes. Hi. Moa, why don't you tell us, how has your music evolved?どのように音楽は進化してきましたか、皆さんにとって。はい、ベビーメタルの音楽は元から可愛いとメタルの2つを融合した音楽性でやっているんですけど、その音楽性は今もなお変わってないと思っています。でも、なんだろうな、年齢とか身長とかの成長とか、あとは環境の変化に合わせて常に私たちが変わらないために進化をし続けているグループだと思っているので、いろんなアーティストの方とコラボさせていただいたりだとか、フェス会場でいろんな新しいジャンルの音楽と出会うことで様々な刺激をもらって、ベビーメタルにとって何が大切かをその都度考えながら刺激を受けて成長していけてると考えてます。How does it feel to be back in New York, all right? Because I saw you here 14 years ago. I mean, back in 2014, I'm sorry. Yeah. 14 years ago, you wanted to be back. Not at all. So I saw you back here in 2014. So how does it feel to be back playing in the same venue as you did back in 2014?まずはここに戻ってこれたことがすごく嬉しくて、この会場に着いた瞬間に上に天使ちゃんたちがいる絵が あったりとか、会場の雰囲気はすごく覚えてたので、ここに帰ってこれたんだっていうのがすごく嬉しくて、リハーサルをしてても2014年の時のなんかお客さんがいるみたいな感覚でさっきリハーサルをしていて、だからまたこの会場で歌えることが今からすごく楽しみですし、また2014年の時とは違った人たちの前でこうパフォーマンスができるのかなって思うと、それもすごく楽しみです。 You're the best band in the world. Like literally all my friends are like literally coming here because I love Baby Metal so much, and like it's honestly it's really cool that like everyone here is coming, like all my friends are coming to see Baby Metal because like I really wanted to come here. Momo! Yes!Welcome to the band. Thank you. Okay. And so, my question to you is, yes. After all the touring that you've done so far, what stands out to you the most and what helps you to go forward?
私はオーランドの公演が印象に残ってます。私にとって初めて、なんかフェス以外で初めて野外ステージに立った場所なので、なんかすごい新鮮で、すごい開放的で、なんかすごく印象残っています。あとそのオーランドの会場の近くの湖というかにワニが出るって聞いて、ちょっと驚きながら、そのドキドキしながら外に出たのを覚えています。あと、あと、私たちのステージが20時、8時からだったんですけど、その時はまだ日が落ちてなくて明るい状態でステージに立ったんですけど、後半になるにつれてだんだん暗くなっていって、モノクロームでライトを照らす時には本当にもう空は真っ暗で、ライトの光だけがあって、本当に星を見てるようで、すごい綺麗だったのを覚えています。 What's your favorite baby metal song? Give me chocolate? Yeah, yeah. How old are you? I'm 6. How has your perspective on writing music changed compared to when you were younger? 大人になってだからというか、それで変わったことっていうのはあんまりないのかなって個人的には思ってるんですけど、ベビーメタルの楽曲はこうライブを通してお客さんと共に育てていくっていう感覚があって、それをまあ日本だけじゃなくて、例えばアメリカで披露したら、あ、こういう乗り方があるんだ、イギリスで披露したら、あ、こういう盛り上がり方があるんだっていうのを日々発見しながら、いつもツアーなど楽しんでいて、私にとって一番印象的に残っている曲がロードオブレジスタンス、これももう9年ぐらい前にパフォーマンスをさせてもらって、そこからずっと歌ってるんですけど、本当ロードオブレジスタンスを歌うときは、初めて披露する場所でも必ず会場が一つになれるというか、これがベビーメタルのライブだっていうのを、なんかこう毎回毎回見せてくれる、お客さんがみんなと、お客さんと一緒にそういう空間を作れる曲だなって思っていて、だから私たちのこの活動の、なんだろうな、道のりをこうロードオブレジスタンスを毎回歌ってきたんだっていう、なんかスタンプを押されてるかのように、今こうやって道のりができてきてるな、それからこれからもその道を作り続けていきたいなって今思ってます。The pioneers of Japanese female metal bands, how does it feel to see the genre exploding now with bands like Lumafuel, Band-Aid, you know, like that? How does it feel? You guys were the first, really, for the most part. So how does it feel? まずはそう言っていただけて本当に本当に嬉しいです。私たち自身パイオニアに慣れてるのかっていう実感が未だに湧いていないので、そうやって言っていただける方がいるってことがすごく嬉しいなと思っています。あとは今回4月からツアーがスタートして、ヨーロッパツアーもアメリカツアーも、なんだろう、小さくて若い子、一緒か、若い子若くて私たちみたいな衣装を着て一緒に踊ってくれてるような女の子がすごく多くて、なんかその姿を見てると、私たちに憧れてくれて音楽を始めてくれた子とかが増えてきてるんだなっていう実感が湧いてきているので、なんかベビーメタルがきっかけでこのジャンルに興味を持ってくれてるって子が増えてきたんだなっていうのを目の当たりにしてきて、それがとても嬉しいです。まだまだ私たちこれからもメタルを引っ張っていきたいんですけど、今まで私たちのことを支えてくれてた大御所のメタルアーティストさんたちにも感謝をしながら、私たちも下の世代を引っ張っていけたらいいなと思ってます。 If you could tell Baby Metal one thing, what would you tell them? I love you so much and good luck. Send a message to the fans. まずはベビーメタルのことを応援してくださってありがとうございます。また4月から新体制の私たちベビーメタル始まって、本当に結構たくさんのチャレンジをさせてもらってるなって今思ってます。だから
今年はたくさんの国に行ったし、アメリカもまだまだこれからたくさんの地域を回るので、本当に興味を持った方はぜひライブに遊びに来てほしいなって思ってるし、これからも私たちの挑戦を見守ってください。私からもこうやってベビーメタルを応援してくださって本当に感謝でいっぱいです。私たちの音楽はわからない、日本語で歌っているので歌詞がわからなかったりだとか、新しく聴くジャンルでよくわからないなって人も多いと思うんですけど、少しでも興味を持ってベビーメタルを見てくださることがとても嬉しいです。常に最新が最強であるために進化をし続けているので、皆さんもついてきてくださると嬉しいです。ありがとうございます。いつも私たちを応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。新体制が始まってから本当に走り止まることなく走り続けている私たちですが、こうやって走り続けられるのは本当にいつもファンの方々が待ってくださったり応援してくださるおかげです。私たちも挑戦をこれからもし続けるので、皆さんと一緒に、ベイメタルの歴史を一緒に作っていきたいです。 If you could tell Baby Metal one thing, what would it be? I love you so much. You guys inspired me to get into metal, and I just love you. I love Sue Metal, Mo Metal and Momo Metal. I love them all. What is the ultimate goal for Baby Metal? What is the biggest thing? What's your goal to world domination? What is your big goal for this band? Okay. Only the fox got nose. Exactly what I mean.